形にはまらないというか、なんか今すごくもう世界は自由で、性別がどうこうとか国籍がどうこうとかそういうのじゃなくて、自分が好きだと思うものに取り組んでる自分が好き。なんか女子でラグビーってなんかえみたいな、もしかしたら思う人もいるかもしれないし、それは私はその人の考えとして受け止めはするんですけど、男性のスポーツって言われてるラグビーっていうところで、なんか女の人がラグビーできるんだったら私もこういうことできるかもしれないって、これやりたいってなった時に、あ、この舞台でこうやって頑張ってる人がいるから、私もじゃあここで頑張ってみようかなって、そういうふうに思ってもらえるような選手でありたいし、人でいたいなと思ってます。なんかいろんな考え方が間違いじゃなくて、自分が好きなものとかやりたいこととか、ありたい自分がそれであってもいいんだよっていうところが広がっていったらいいなとは思います。